はい、どうも、STV です。今回はバンムーフ、この自転車がどのぐらいバッテリー持つのかっていう話をしていきたいと思います。で、一つ前の動画、横浜行ってきたよっていう動画を上げてるんですけども、それまだご覧になってないという方は、ぜひそれをね、ご覧になってみてください。トータルで95キロぐらい走行してるんですけども、まあ、このぐらいバッテリー持ったよみたいな動画になってまして、で、まあ補足説明も含めて、今回、その横浜に行って帰ってきたっていう、動画を踏まえていろいろね、分かったことがあるのでお話しさせていただきたいと思います。まずこちらのバンムーフなんですけども、航続距離アシストありでどのくらい走行することができるのかっていうのを調べると、今ねちょうどバンムーフのサイト開いたんですけども、ちょっと明るいな、ちょっと待って、S3 と X3 の走行距離は電動アシストのレベルにより60から150キロですということなので、ターボブーストとかそういうのは置いといて、60アシストレベル4だと60キロ、アシストレベル1だと150キロぐらい走行できるはずですということなんですよ。で、今回じゃあ僕がどのぐらい走行したのかというと、このバンムーフのアプリでね見ることできるんですけども、9月の19日、ここからスタートですね。ここからスタート、朝8時半出発して、でこれなんで途切れてるかっていうと、こう横浜着いたとこまでは一発で行ってるんですけども、その先いくつか途切れてるのは、僕が途中でロックしてちょっとお茶したりだとかご飯食べたりとか、あとなんかちょっと動画撮ったりとかしてる間に自転車止めたりしてるので、そこでちょっとこうやってねばらけてしまってるんですけども、この 43.5 キロから始まってガーッと、まあ細かいのもあるんですけど、これ全部足すとですね 94.1 になりました。なのでこの日は僕 94.1 キロ走行したんですよ。これちゃんと見てれば100キロ、もうちょっとで100キロ行ったから100キロ走ったんですけど、ちょっと失敗しましたね100キロ走ったっていうサムネとかの方が多分インパクトあったのかなって思いますけど、まあそこは正直に、この日は 94.1 キロ走行したということになります。行きは自由が丘の方とか、通って多摩川渡って武蔵小杉とか通って菊名とか大倉山とか通って行ったんですけども、横浜着いた時点でまだ 18% しかバッテリー使ってなかったんですよ。で、走行距離がもう40、そうですね、ジャスト40キロぐらいだったと思うんですけども、それまでアシストレベル1で走行してました。で、これ単純計算すると、まあ、ありえないんですけども、40キロを 20% で走行できたってことは、あれ？これって ×5 で 100% として、40キロの ×5 で200キロ走行できちゃうんじゃない？みたいな。いや、まあそれはね、こういうからくりなんですよ。まあ実際ね、僕カタログ値のこの60から150っていうのよりもうちょっといけるんじゃないかなと思ったんですけども、まあ行きはね比較的こう下りが多めっていうこともあって、それがまあアシスト1で40キロをたった 20% 弱で走行することができたという感じなんですけども、はい、これ池袋でしょ、ここからガーッと行って、で大田橋の方を通って、でそっからガーッと、ちょっと待てよ、こっからねこう下の方に下ったんですよ。でなぜか自由が丘のあたり通って、でそこから多摩川渡って、そう武蔵小杉の方通って、そうちょっとマイナーな道で行ったんですよね。で菊名とか通って、で神奈川駅、横浜ここで、その後にこのみなとみらいとかその辺ちょっとぐる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 回ったみたいなコースだったんですよ。で帰りは第2京浜かな、で川崎通って、で多摩川渡って、でカンパチ北上してみたいな感じで帰ってきたんですけども、まずこの行きの 43.5 キロ、これに関しては平均速度が 16.1 でマックス38キロ出てました。これ多分すごい下り坂でそのぐらい出てたってことなんですけども、でバッテリースペンド
20% バッテリー使いましたよっていう感じなんですね。 20% アシストレベル1で 20% で 43.5 キロ走行できた。これ結構すごくないですか。ただアシストレベル1っていうのがすごい、まあ、普段僕4で走ってるので、そういった意味で言うと結構疲れましたけど、ただ言うほど疲れないというか、ちょっと暑かったんで疲れた感じはしたんですけど、実際問題40キロ走行した後とかでも全然休憩したいなとかそういう気持ちにほとんどならなかったので、非常にいいペースでこの 43.5 キロ走行することができたと。でその後に、まあ、1.9 とか 0.2 とかこの辺はね、みなとみらいとかあの辺でぐる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 回ってる時なんですけども、ここまでか、ここまでがちょうどこっからここまでが帰りなんですけども、まあ、ちょっと夜ご飯食べたりして間空いてるんですけども、ここがねこの辺 13.5、 これねちょうど川崎までとかそんな感じだと思うんですけども、これやっぱ上り坂が多かったから 13.5 キロで 10% 使っちゃってるんですよ。ただアシスト途中で上げてます。アシスト2にしてます。アシスト2にすると何が起きるかっていうと、アシスト1だと普通の僕、例えば友人が乗ってた大チャリ、まあ、一般的なママチャリの電動アシストタイプみたいなやつなんですけども、それよりもなんならちょっとパワー弱いんじゃないかなぐらいな、ちょっと比べてないから分かんないんですけども感じ、実際ね漕いでるペースと進む具合見てたら相手の方がちょっと早かったんですよ。だけどこいつでアシスト2にするともう他のいわゆるママチャリタイプよりかはアシスト早いんです。すでにだいぶ楽になります。でもバッテリー消費そんなに言うほど消費しなかったので、行きも2でよかったかなみたいに思ったんですけど、まあ、今回ちょっといろいろ検証したかったんで、でその後にこの辺か20キロ、この辺はね川崎からもうだいぶカンパチの方まで来てるルートだと思うんですけども、この辺アシストガッと上げてます。で20キロで 20% 近く使っちゃってますね。でもその計算でいくとすごい雑ですけど、10キロ、これすごい上り坂とかも入ってて10キロを 9% とかじゃないですかって考えると、往復80キロとして池袋から横浜行ってまた帰ってくるのが 72% とか 72% とかで帰ってくれる計算になるんですよ。ってなるとアシストレベル2で往復も全然できますね。でさらに僕川崎越えてもう問題ないなってことで、もう最後の数キロに関してはですね、もうめっちゃアシスト使いまくってアシストレベル4で帰ってきたんですけども、そうするとね、もうこれ見たら分かるんだけど、たった12キロで 16% も消費しちゃってるんですよ。で平均速度ももう20キロ近くなってて、こうなってくるとねバッテリーの消費はやっぱ早いですね。だからアシストレベル4で、まあ、カタログ値60キロってなってますけども、もしかしたらまあ70とかいける可能性はある。まあもちろんね、上りか下りかにもよるし全然道の状況にもよるんですけども、僕が思ったのは割と普通にアシスト2ぐらいだったら100キロとか全然余裕ですね。多分次回また同じようなことやるとしたら、池袋から横浜まで行く途中、行く間ずっと往復は2にしといて、で行く途中はもうやばい上り坂とかは多少ターボブーストとか押しちゃったりしながら、おそらく家帰ってくるターボブースト分でアシストレベル2にしててもターボブースト分で 30% ぐらい確保できるってことなんで、これでうまい具合にやればですね、かなり快適に往復できるんじゃないのかなと思いました。で僕ねパワーバンク買わないって前言ってたんですけど、ちょっとね最近長距離に目覚めつつあって、パワーバンク念のためね買おうかなって思いました。なので発売になったら僕ね買います。で買ってねこのチャンネルでレビューしますので、ぜひその辺もお楽しみにしといてください。ということでご視聴ありがとうございました。